最高の一つ。おお、来た。え、こんなに新しい状態に残ってるんですか。あの、まだ動いてる、稼働してる部分もあるそうです。だから、あの、中に入ったりとか、なんか15種類だからそのぐらい掘ってて、1個か2個ぐらい残ってる。そのような種類の鉱物が。なんか聞くって言ってるな。しかしだいぶボロボロですね。この建物の歪み具合がやばい。年月を感じさせます。あ、本当だ。はあ。どっか入れるとこってあるのかな。基本的にもう敷地内全部入れないんですよね。敷地はダメですか。集落自体もっと お、なんか調べながらやってますね。どこも入ります。あ、入ります。あ、確か何か所かスポットあるんですよね。本当だ、なんかついたきてる。うん。さっきのもみじ写真を。さっきの写真が何分前だ。ああ、時間がわからん。なんで iPhone 写真の時間がわかんないんだろう。そうそうそう。せっかく行こうと思ったのに、やめとけって言われて。この辺りか。13時15分とか30分前か。30分前。うわ、ボロボロだな、あっちも。この辺りは動いてはいないんですよね。そこ使ってるだけですよね、多分。向こうの小屋とかも屋根が、あとこの電線が。まだ一部は稼働しているらしいですと。
第一警備員詰め所。ああ、ここはなんか比較的正常な。設備も新しい。会社で聞いてる。新しいロゴとか新しい。でもちょっと先を見ると入ってた。上にもなんかあれ。何小屋なんだろう。さっきも警備員詰め所ってやりましたね。お、なんか層があるな。放射状に貼ってあるワイヤーって何の意味があるんだろう。あれに沿ってなんかシート広げたりするのかな。うわ、で、2000人が住んでた跡ってのは一体どこに。このトンネル抜けたところです。本当だ、長い。おお、パイプが通っててかっこいいな、なんかこれかっこいいっていうか、なんていうか普通のトンネルじゃない。後ろから車来てんのか。違うか。すごいトンネルですね。両脇にパイプが通ってて、道の両側をこんな鉛さんに2個に囲まれてるんだから、どういう構造の人というか。この先にもあるんですか。ああ、そうか、さっきのところとこっちが。だから多分あっち稼働してるのはそこ側だけなんでしょう。こっちは使ってないんだよ。
建物ありますね。あっちにも。このトイレは生きてるのかな。水道は死んでるっぽいですね。なんとなく。あれでも動い、なんか音もしてますね。おお。そこまで驚くってもなんだか。これ石灰かな、なんかそれしちゃ 色というか、石灰か石英か、なんか石英とかそんな感じっぽいですね。綺麗。なんか石英っぽいですね。光ってる光ってる。郵便局？ん？郵便局ってこれですね。関東で一番の秘境局。はあ。800？ これ標高かな。そんな登ってきたっけ。さっき700いくつだったような。何をすごいな。ここから投函すれば、投函すれば下心がここの下心だよね。これって秩父本局とかになってる。わかんない。いやここ確かあれだよね。あそうだ、このこれです。このぐらいで撮影、これか。いや、かんない。これは iPhone パノラマかな。デジカメだと目安が激しすぎてまともに映りそうにない。iPhone だとどうなるかな。建物は古いのに。超新しいのが。このぐらいかな。
おや、うん、飯とかってあれ、あ、途中で、走りながらドーナツ作ったけどいただいていいですか、はい、どうぞ。これはどこのやつですか。これはあのその止めてきた駅のです。書いてないかな。何駅？山の香り。言ってた通りのなんだっけ。三？ん？二？三つ峰口。うん、そう。ああ。ちょっと上げ上げる。よし。ちょっと残し。うん。うまい。もち米もち。うまい。うるち米とは違うな。うまい。疲れてるんだよ。ああ。ほっぺた痛い、ほっぺた。ね、甘いもん食べたらほっぺた痛くなる。あ、通じない人だ。なんて言ったらよくわかんないの。サンプリング数10で半々だった。ハズノさんはわかるんでしたっけ。いや、なんないです。わかんないですか。あれ、じゃあこの中じゃ私だけか。うん、少数派です、少数派。なんかほっぺたが不意打ち食らって痛くなる。思いのほか工場が動いてる。なんか来る人いっぱいいそうだね、住んでなって。あ、あれ？あ、あれ？ん？あ、そうなった。うん、ドスイートしとこう。失礼。跡地は。言いすぎでした。まだしっかり稼働してます。秩父鉱山。で、さっきのパノラマを添付してアップロード。ツイッターの写真とかこんなところから 3メガバイトの写真を送信できる時代っていうのはすごいですね。すいません、ありがとうございます。あ、まあできるってまだ成功してないんですけどね。3メガバイトの写真いくかな。昔は何十キロバイト何百キロバイトのデータでも大変でしたけどね。いや、そんな昔と比べないでもね。だってこの 1,2 年の話ですよね。うん、それ厳しいかな。それ今回の今日のってアツさん最初参加予定じゃなかったですか。興味ありぐらいです。あ、そうだったんですか。うん、あのあれですよね、あの三浦のマグロ屋さんのところで、ね、もしたあの会えば来たいですみたいな。あ、でもなんか具体的に話してからはあんまり返事とかなかった。うん、昼ごはんあんまりたくさん買ってこなくてよかった。でもあのうどんはあれで600円なかなかいいですね。締めんっぽかったですけど見たところ。いや、うどんでした。うどんでした。ハブスパナ。私はこれをリンコン時のペダルレンチとして使ってます。薄くて軽いから。どう？ああ、まだ行ってないな。
ここは郵便局土日休みなんでしたっけ、郵便局ってそもそも。どうなんですかね。確かに年賀はがきって書いてあるけど。工場に払うしかないな。工場の人しか買わないかな。でも工場の人は工場の人は住んでるってことですかね、じゃあ。いや、なんか2003年の情報で怪しいですけど。うん、あ、そっか、ゼロっていう。一人。一人。住所ここに置いてる人は一人ってことですね。で、住人が一人いるから民営化の時もここは潰せなかった。おお、シナリオらしいですけど、あれは潰さないために一人残ったのか。うん、警備員。うん。そんな感じ。まあでも来る人もそんなに、ま、毎回毎日通うの厳しいから、ある程度止まったりはしないんですかね。どうですか。でもだって上野村とか結構すぐですよ、ここから。ああ、なるほど。じゃあどっかに長期滞在の宿取って。通うみたいな感じですかね。お、行ったかな、それとも失敗したかな。お、成功してるっぽい。知らずに来たらまたすごく面白かっただろうな。あれ、うわ、なんか iPhone のパノラマで撮ったら Z さんの足が削れてる。右足が細く映ってる。すごいこと思ってる。しかしパノラマよく撮れるな、これ。本当につなぎ目とかなしに、ボケもせずに。お、社宅。そう、その辺りがこの辺ですね、文化会館とか。はあ、小学校もあったみたいで。開校が Z さんがなんか変に映りました。右足が左足だけがなんか太く映って、なんでロボさんの方向向いてんの、気持ち悪いな。さっきあの iPhone のパノラマで撮ったらこんなことに。かなり拡大して一部分。一部分です。それだけだったら。やっぱパノラマこういう時にパッと撮るの便利です、こんなの。おお、なかなかあの郵便局の名前もちゃんと分かるし。てか、解像度すごいですよね。iPhone5 にしたい理由はカメラ以外には今のところないな。カメラのハードは一緒なんでしたっけ、という噂。4S とは一緒なんですよね、確か。あ、じゃあ 4S からさらにチューニングした。 4S の間がかなり大きくて、あとはその味付けがだいぶ違う。ねえ、タイツの間にシャツが。よし、2時には峠に着くかと思ったらそんなことはなかったぜ。あ、本当だ、868だからほぼ一緒だな。正確だ、珍しい。でも864って数字は割と勇気づけられる。思ってた。残り400ないぐらいなのかな。でも15時になっちゃいますね、多分。
熱中症、水分、塩分。挨拶道路って誰とすれ違うんだよ、車以外で。挨拶道路、なんか文字列聞いたことあるな。いや、よくありますよ。他にも2カ所ぐらいで見たような。さっきの最初のあれが特殊だっただけですね、廃墟っぽいのは。しかも日曜にまで。あれはバイクか自転車か。前方から何か人が来ます。自転車だ。こんにちは。お、こんにちは。今もう、バッテリーなかったですよね。電動じゃなかった気がするんだけど、どういうことですかね。いやー、しかし、お、なんだろう今のは。あ、まだあんだ。あ、これですか。学校。え、運動場？手前運動場じゃないですか。フェンスと学校の間だいぶ広いですけどね。あ、本当だ。なんか広場がある。有志住宅。お城みたい。少しだっけ。こんにちは。慰霊の日、遭難殉職者。
おお、いっぱい残ってるな建物。さすが元2000人。しかしあれ開けっぱなしってのは何でなんだろう。おお、銭湯というか共同浴場だ。はあ、わあ、中残ってる。勝手に入るのはまずいだろうけど、おっと、空いてるリリースか、中覗くぐらいだったら。共同浴場。女が覗き放題ですよ。女湯で覗きかと思われますよね。やらせよ。あれはそういうものなんですかね。外からさっと見えないように。いや、あ、そうなのかな。元から作ってあるものなのかな。そして子供の頃実家にあった感じのすりガラスの模様。あれ前見たのどこだったっけな。確か配信しながらの時に一遍見て、ああ、実家にあったガラスの模様と同じ模様だって言ったら誰も同調してくれなかった。いや、得意できてないです。ええ、ここはなんか一時的にあるみたいですけどね。確かあちこちスポットがあって、中津渓谷あの辺までは手前ぐらいまでは。うん、今つながってる湖のところ右に曲がるあたりですでになって、多分ここでいいんだよなと思ってたのが久保さんの岩ここがそこで止まってた。あ、そうそう、途中でなかった、つながってなかったです。しかしこういうの見ると、てかなんでこれ全部戸が開けてあるんですかね。あっちの方もそうなんですけど、何かが中にこもらないようにとかなのかな。ガラス板ないんですか。いや、戸が開けてあるのがいちいち。開けたっていいんだよ、それは。誰かが侵入してるんだって。これは廃墟オタクみたいな人は、ね、入るために開けてるんですかね。でも元に戻すのが当たり前のような気がしますけどね。こうしてあったはずですよね。ああ、それ外してあるっていうのはもう単なる犯罪者ですよね。ガラスはここあれですよね、多分雪積もっちゃいますよね、まあ、ね、ええ、寒暖差とか、あ、雪自体で重みとかで。そうだね、わざわざ上の窓もバッテンにしてるんで、男湯だけついてないとおかしい。でもそんなんで情報収集しても誰にも大ピラに見せられないじゃないですか。ね、やっぱり工場だなんだって、こういうなんか生活の匂いちょっと見えるとグッときます。
お、ガラスの上のガラスがかっこいいですね。向こうもすごい長屋ですね。私も今その文字列が、あ、本当だ。あれはゴールデンアップルの色？違うか。別にそれ限らないか。これは商店の後です。はあ。見えますか？どれ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 。平成3年のなんか書類が下にある。おお。うわ。いやこっちこのあの商品棚の感じ。あのアクエリアス懐かしいですよ。いやこの NCAA とか。開いた。ガラス。ヘルメットの上だから、あ、そうだ。脱いでやった方がいいな。奥にあの気分のおでんってのれんかかったんですね。おお。懐かしい。割となんかつい最近。アセロラレモン？あ、そうだ。子供期ぐらいまで使った感じですね。ちょっと。このガラスも自然に割れたもんだったらまだいいんだけどな。いやいや、そんなことなさそうだよね。ですかね。なんかそれのおこぼれに預かるのも悔しいけどな。よく開いてるもんね。で、こういう時にはあの iPhone パノラマなんかすごく。まだアップロードしてる。あ、ウェイカツブツーニカンとか。おお。懐かしいのが。ハチミツレモン。ハチミツレモンは今売ってるってとこで。ね、もう古いでも全然古い。アクエリアスレモン。これは新しいやつかな割と。右の一番白いのは新しいですね。フリー。その隣のアクエリアスレモン相当古いですよ。やっぱそうですよね。フルトップですよ。あ、本当だ。切り離すやつだ。すごい電話帳が。職業別電話帳。ああ。3ページか。そしてあの薬みたいのは何なんだろう。うん、なんか黄色いオレンジっぽいのがありますよね。あ、いや別にそんな許可取ってやるみたいな私の。よっと。あ、本当だ。ま、あのぐるぐるって回す電話が。なんかあの薬だけ妙に新しく見えるんだけど新しいのかな。
取れたかな。おお。取れてる取れてる。すげえな。あ、でもここのは昭和63年3月31日、うん、すごい取れてますね。こんなのが簡単に取れる。でもなんか今動かしてるとですね、なんかゆっくりとか下に動かすとか指示されましたよ。あ、拡大がなんかこれある程度以上拡大 しないのはどういうことなんですかね。拡大しても良さそうなもんなのに、戻っちゃう。このピチッと戻る感じ。平成3年。なんでみんなこのところに空き缶置いてたんだろうね。普通普通でいい感じ。超懐かしい。あっちのコーヒーの缶も、ポッカーのコーヒーの缶も古いな。自分のおでんってあれか。平成6年平成6年7月、うん、美術教科書か。開けるんですかそれは。会長マニアにはたまらない感じ。あ、行きます行きます。まだあるんだ建物。結構長いですね建物エリアが。
人が住んでたところは川もそれなりに汚れてたんでしょうね。まあ、そうだね。お、あのオレンジは、そしてあの荷台の後ろには本気で怒らしちゃいけない人たちですね。獲物持ってるから。あと標高差300ないぐらいかな。とりあえず沸かして、沸かさないと始まらないですよね。私も500持ってきてますから。でも結構鍋でかかったですね。ええ、炊飯器だ。今回は初めて。まあ、テントの時なんか何やるかよかっていうだけで。ええ。私も放送なかったらもうちょっと旅行中の自炊はしないと思いますけどね。そんななんか食料の調達に困るようなとこ走ってるわけじゃないんで、なんか底抜けてるな。
そうです。今度は車が通らなさすぎて変な気がします。さっき穴に通ってたのに。まだ石垣があるってことはここも人が住んでたのかな。いや、これは違うかな。あれどうなってるんですかね。ああなるほど、あそこでつづら折れてるんだ。向こう側に行ってから終わってきてるんじゃないですかね。違うかな。なんか壁自体がオーバーハングに見える。お、1000メーター超える。パーセンテージ書いてないな。見たとこ 80% ぐらいありそうですよね。45度で 100% だから。あれは写実的に見たいから誰も警戒しなくなるんじゃない。ねえ、電車が登れる勾配に爆発が出ますよね。そうですよね。そう、あの30度の角度なんて想像できないようなただの壁っていう。9.2%。え、どれで見えてるんですか、それは。グレードっていう欄があります。あ、これもあるんですかね。グレードって表記だから、なんだか分かんないですけど。なんとかドークって書いてあった。あの最後の出口地点手前の上り返しは行きます？迂回が正解ですか？ああ、どっちが楽かって難しいですよね。かなりあるんですね。ええ、標高差 100はなかったと思いますけど、それなりに。いや100あったかな。まあ多数月とかで。あ、その売り切れ具合によって。まあ、ずっと下った後だから充電たっぷりでは。お、千万。いや大丈夫だと思う。一応やった方がいいかな。ああ、お、これ柱状節理かなんかかな。この1を割ってるギア比を。
今一番軽い。もう一枚、あ、ないや。終わってた。そうですね。しかし暗いが、下りが。お、埼玉内で。白石峠とかね、何やってる。あ、そうなんでしたっけあれ。グリーンラインは奥のてっぺんまで行ったら、樺坂峠とかどんだけだっけ。あ、そうです。あ、超えてましたかね。あ、樺坂だったと思います、確か。ああ。さっぱり覚えてないけど、割と高かったような記憶があります。お、うん、鉄のギア、最低のギア比だと
でも結構トルクかけなきゃいけないから私に合わせてゆっくり走ると、ゆっくり負荷を足にかけ続ける状態になってかなりきついはず、多分少し早めに行ってしまった方がトヨタル楽だと思います。やっぱバナナ持ってきた方がいいな。この気温低くても汗が出る。この水がちょっと出てるところで、
マーク組めんときに買うと、できるときに買うのね。じゃあ、バンドかな。300円には入らない。充電できてるような。ここで止まってたら結構ショック。動いてる動いてる。あれは何ですかね。勘で言いますけど、クーペ？あれ？はい。あれは、ミニクーパー。クーパー。うん、あれ？クーペっていうのは車のなんか形の名前、あのジャンルの名前なんですよ。ええ。車種名ではない。クーパーが車種名。そうですね。あー。クーパーだったら確か前霧ヶ峰でたくあの集まってるのを見ました。その時みんな赤だったんですけどね。結構同じ車で自分で走るっていうのはあれ、うん、なんとかミーティング。しかし異様だ。あ、なんか足元に落ちてる。それは知らない手袋ですか。なるほど。下りでピンチになるとこだったわけですね。何が。でもなんで片っぽだけ。いや、今ここ開けて、あの手袋を詰め替えてたんですけど、ああ、そうそう、1個落ちて、それを拾ったんで、ええ、もう大丈夫と思う。その薄いインナーがあるとなしとでは。あ、でも今日冬用も持ってきてるんで、あ、じゃあ、なんだ、チェッ。なんだじゃあ、大した影響ないじゃないですか。なんだろうか、今日会長ですね。いや、こういう、劇的に効果があったとか、いやいやいや、あと、ギリギリでギリギリで間に合ってその後土砂降りになったとか。あれじゃないですか。今日帰ってパッキング解いた時に悔しいじゃないですか。あ、なくなったのが分かったら。あと私のこのビデオに映ってたりしたら。落ちてる落ちてる。そうだね、分析してますね。今日1080でしかも画角狭いからより細かく映ってますよ。休憩のところだけフルハイビジョンでください、ええ、フルハイビジョンで元ファイルでですね。あ、でもね、こんにちは。あれはナビかな。角度的に撮影じゃなかったな。ええ、であれしか見てないからドロップかどうかもよく見てなかった。ドロップでしたね。でしたよね、一応。なんか真正面から見て分かんない。こっちがこのぐらいのギア比でむちゃくちゃゆっくり走ってるときって、それに合わせてそのギア比で走るっていうのは、はい、結構拷問に近いものですか。いや、そうです。僕は 30T ついてるんで。ええ、あ、そうでもないんですか。どうかな、バルバルとかは無理でしょうね。うん、なんかその思いっきり重いギア比でむちゃくちゃゆっくり漕いでるようなもんかなと思って。そんなでもないのか。
ノブさんは今辛くもなんともないんですよ。あ、今大丈夫ですね。回してればつくって感じなんですか。え、回してればそのうちつくんじゃない。あ、そんな感じです。今日も登りとしてはいい感じです。この間三坂峠の時もこりゃいいなと思う登りだったんですけどねほとんど息切れてなかったまあでも時間かかりますね。まあ少なくともスピードが上がらないにしても運動にはなるだろうから。花野さんが意外と辛そうですね。6ヶ月ぶりの峠って言ってたような。初めてギア引いて 15% ぐらいだったよ。ん？ 15%？ あの後ろの旗手が花野さん27で、ああ30だった。なんか単純計算だと 10% って感じが。30分の27かな。いや、あれか。ん？中分の距離だから 10%。 ああ、そう、どっちが分母になるかによっていや、分母になるかじゃなくてどっちを基準とするかによってですね。自分の方が10分の9楽なのは間違いないですよね。なるほど。だからその逆風だからで、新さんは23分だから。でも、小傾斜ってことは、ですよね。1回手あたりの距離が。あ、そうか。で、ロボさん、それ26インチなんですよね。あ、いや、これ70、あ、700C です。だから、これは多分比較対象になると思います。もっと厳密に言うのは耐え幅もありますけどね。耐え幅とあと空気圧か。嬉しいのかどうか。でもってことはそれ GPS は水平にしてるってことですよね。GPS 自体がその平地走ってる時に 0% になるためには車体に対して水平に、あ、地面に対してか。ああ、時間によってってことですか。いや、だから 25m 進んでる間に標高が 2m 上がったとか、そういう三角形の計算してるだけじゃないですか。一体なんか犬の鳴き声にも聞こえた。これは笑い声か。なんか今在庫ありましたよね、箱に入って。何あれ、筒状の米的なものですか。
会話あれですかね、ガイドさんがそういう補給食とか持ってきて、それをその場で、まあ、売るというか。え？うん？お？あ、すいません。これ下るの嫌だな。降りたくない。ねえ。初心者向きではありませんって書いてますね。鎖場の続く難コース。で、名前にロボとか書いて。あ、そうですね。あ、でも1200ちょうどよりも少し離れますよね。なるほど、気を使って。いや、確かでもトンネルが上りなんですよね。あー、なるほど。それは面倒だな。あの、どうします、皆さん先行きます。あ、僕は5分後、5分前に。どうだろう、Z さんが先に行った方がいいんじゃないですかね。まあ、手前に何かありそうだったらそこで止まっておいてもらって、じゃあ我々の声が聞こえないように。さあ早く、あと5分で抜けるから3分後とかでもいいと思うんですよね。できれば動画も撮ってもらって。ああ、なるほど、じゃあそうしようかな。でも車が来たらやり直しですか。車来そうですよね。じゃあ Z さんもその iPhone かざしながらやってもらって。怖っ。あ、ダブルで。ダブルで。いや、同じでしょ。向こうから車来たらどっちもやられる。いや、あの、それぞれが一人一人で行って。今これ完璧電波ないはずですよね、多分。あ、でも確か鹿坂かな、あっちの方行ったらもう電波がそろそろあるはず。向こうはありますね。ええ。あの、トンネルの中は暗闇をこう一人ぼっちで抜けたいっていう希望をそれぞれ持ってる。時間差でお願いします。よっと、私はどっちにしたって暗いと平行感覚なくなって苦手なんですけどね。出口が見えてるってのが見えてない方が。ああ、犬小石タイプか。ああ、そう。おう、うわ、あ、日筆の。これより鉱山道路。あのフォントもなんかいいですよね。フォント中が手書きなんだろうけど。
ここで全国の80何パーセントを産出とかそういうのないんだ。ああ、自分が持ってる何かにここのものが使われてる。確かどこだったっけ、秦野がカントリーマーム産出量日本一そうなんだ、8割だか9割だかのはずですよ、この間矢光峠のその矢光峠の障害があったアドマチック天国で秦野市だったんですよ、カントリーマーム。ハーゲンダッツはグーマーテックの。あ、そうなんですか。ハーゲンダッツは、アジアのハーゲンダッツは 100% グーマーテック。すげえ、そんな偏ってるんだじゃあ群馬でなんか災害があって本当にハーゲンダッツが一時停止って可能性もあるわけですよね。へ、まあ、カントリーマンは100じゃなかったんですよいや、100だったっけ、もしかして違ったっけ。おう、今のは中の音なのか外の音なのか、木ですかね今の。なんかそれっぽいの見えなかったんで、それかそれっぽいのどっか飛んでったのか。カントリーマンはあれですよ、野辺山とか清里とかで酪農家のうちのお母さんが一枚一枚出てマムがあのこの間アドマチック天国の秦野の時にカントリーマームの紹介があったのご存知ないですか。カントリーマーム、メーカーどこでしたっけ、あれは明治ですかね。島田さんが出た後見てない、一応録画して撮ってありますけど、確かカントリーマームがあの日本一作られてるところが秦野なんですよでもハーゲンダッツは 100% 群馬って話でした。あ、乗ってましたねなんか峠野郎的な取材で、やばい、なんか日差しがやばい。まるで夕日ですね。日没まであと1時間半ない何か Z さん、車が来た時に必ず右側にいますね。左右に少し揺れながら動いてると思うんですけど、なぜか車が来た時には右側になってる。ああ、1200超えた。あと30とか今1200ちょうど。しかしなんかまだ意外とぐるっと回り込みますね。一回り、二回りぐらい焼きそうな気がする。地図見ると、まあでも30とかだったら、うん、3回ぐらいかな。大きな回りはこれが最後で、あとはちょっとぐにゃぐにゃっと曲がって、
ああ。変なところの筋肉が痛いです。TD のと違う筋肉使ってる。いや、普段乗ってる自転車で、じゃあ、クラペに変わってるって、ちょっと怖くてなれないな。ポクポクいってんのはそれペダルですかね。ペダル、ペダルです。なんか樹脂が当たってる音。でもそんぐらい積んでよかったですよね。これでフロントホイール忘れてきてたりしたら。これ本来もうちょっと広いですよね、道。もうちょい、ええ、ヤビツは終わり地点で同じような曲がり方がありますよね。ああ。終わりかと思ってちょっと足使ったあれもう一個あったみたいな。でも最後緩めになってくれますよね。で裏ヤビツだと逆に最後ちょっと。ああの水の水場のところの坂ですか。ええ。あそこがすごいですよね。なんかダッシュ入った。キロ上り急勾配行って手のひらがビリッときた。そんな時間のまだ乗ってないのよな。やばいな、3時20分ぐらいかつくのは。日が暮れてから。はい。え？きつい曲がりの時はあの GPS の感覚によってショートカットされてしまうとかそういうことでは。いや、多分なかったと思いますけどね。あ、でも瞬間的には分からんな。よし、その先だ。あれ？まだ見えない。あ、もう一個あんのか。
そうですね、収まりませんね。おお、削られてんのかなこれ。着いた。長いトンネルに全然見えない。あ、そうですか。よっしゃー。出口は？あ、出口見えた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 。あ、本当だ。そんな長くないか。でもいや、これは騙されるタイプのトンネルだ。これで犬越城に入ってすごいな。で、それで何メートルが600だったか800だったか、そんぐらいです。いや、でもこれ、じゃあ1キロって時速20で行って20分の1時間だから、3分だね。じゃあ向こうに着いたらライト光らすってことで、はい、見えるかな。じゃあまあまあ大体じゃあちょっと先行きますね。あ、ライトつけると結構見えるな。犬越寺よりは走りやすいな、こりゃ。さてと、確かに全然1キロに見えないな。ちょっと広いところがあるな。あー、車来ちゃったか。広がってるじゃなくて、トンネルの径自体が途中で変わってるんだ。今映ったかな、ちゃんと。これは車が通ったからかな。なんかそれほどものすごく寂しい感じはしなかったな。頭の中で美化されてるせいかもしれないけど、犬越寺の方がだいぶ印象強い。おー、抜けた。あ、駐車場がトイレもある。これいいな。おお、この感じ何かに似てるな。どこだっけ。箱根の、ああ名前なんだっけ、長なんとかトンネルあたり、少し似てる感じがする。あと金時林道かなんかだったかな、あそこもこんなトンネル抜けたら景色が少しあったような気がする。しかしここ寒いな。トイレあるの助かるな。よいしょ。
カメラ向こう向けとくかな。トイレ行ってきます。ちょっと合図するの忘れてた。ねえ、わかんない。別に。うん、あとあの反射板があるのに走りやすいですね。あのさっき思わずこれ走ってる時に言っちゃったんですけど、インボイスの方がだいぶなんかあの来るものがありますよ。まあ理解してるところありますけどね、だいぶ昔だし。まああれは言われちゃってますからね。確かね。いやあとグルベ装備だと別に暗くもなんとやすいですね、このトンネルは。でも逆からだったら上りだから、うん、上りは結構上ってますよね、あれは。相当滑れましたね。寒いな、ちょっとここでコーヒー沸かすのはあれかな。日が当たってるところでやりたいですね。まあそれで沸いた時はすごく暖かいだろうけど。だから早かったからライトが揺れて怖かったから落ちたらどうしよう。ただあんだけ長いとあれもうこの辺がモヤモヤしてくる結構ここ寒い。裏側だから寒い。おー、楽しいな。すごいよ。どこまで見えたんだろう。あれどこだよ。ちっちゃくじゃないの。もっと奥に見えてるんだよ。何こういった先だけど、高さとかあっちの方。あ、そうか。こっち方向ならありえんのか。奥の山がわかんないなと思って。
やっぱ秩父の方っぽい。あ、そうなんだ。電池なくなったから。あ、iPhone ですか、うん、はい、あ、じゃあこっちで繋いときましょうか、しばらく。はい、ロボさん、ロボじゃない、大丈夫ん、コネクタ、はい、あ、あのライトニング、あ、普通の方ですか。そう、4S だから、ね、あ、4S もあります。さすがサイバーサイクリスト両方持ってきたんで持ってる次がライトニングで、あったあった、まずこれを、で、こっちつないで、うん、まだ半分ぐらいある。じゃあしばし一緒に入れといてくださいね。充電してますよね。あ、傷は大丈夫かな。iPhone は手袋したらもう触れないな。あ、20箱こっちもやばいな。電波状況は、あ、繋がってる。え、フォーマー繋がってますね。すごい。町側の方向に開けてる。じゃあちょっと発長ツイート、発長味噌、発長味噌、発長もこれでしたっけ。多分そうですよね。他の腸は見た覚えがないので。よっ、息白い。
頂峠に到着。でトンネル写真と風景をつけて送信と。はい。ええ。どこかコーヒーに適した場所があれば。ええ。日が当たってて、日がある程度広さがあって、椅子があってテーブルがあって。あそこどうだったかな。ぶどう峠の後。行ったのはもう7、8年前。寒い。やっぱ足はタイツだと冷気が入ってきて冷たいな。うわこれは下るのかな。下りますね。あ、足りてない。なんか志賀高原道路みたいな。本当に道の周りだけ紅葉がありますね。おお、すごい。よっと。道が。伐採されてる成果。ちょっとついて成功したんですか。ダメでした。どうだ。おお、HDR さすがだな。これはさすがとしか言いようがない。まさに HDR の、HDR の旅みたいな風景です。あ、そうだ、私からいつも送ってないですね。今回送ります。昔はみんなに送ってたんですけどね。
すぐ面倒くさくなってしまう。あ、あっちに見えてるのは本だけなら予備あるんですけどね。ズボンとあとシューズカバー。とりあえずあの寒くなる前に。しかしすごい泥だなこれ。登ってくのも大変だ。うわ。これさらにあの木が刈られてる跡だから全部見えてる。うわ、若干高所恐怖症的に来ます、こういう道は。あ、そうだ、本当に寒かったら輪行袋巻くっていうのは本当に良かったですよ、前やったら。まあ真冬じゃないからそれほど致命的じゃないかもしれないですけど、ただ一人で走ってるとなるべくブレーキレバーに触りたくないんで、えらい早く気がしちゃうパターンですけど、こういう地方の時。ああ、ブレーキレバー触らずはさすがに触る回数もなるべく少ない。ギリギリまで我慢してブレーキしてパッと曲がって難しい。でも今のところそれで事故ったことはないわけですよね、自爆したことは。おっと、うわ、怖い怖い。峠はどっからだったの？Z さんはもっと後かな。あと写真撮ってますね、おそらく。
え、今日こそカメラじゃないですか。今日こそカメラじゃないですか。今日もみじ狩りなんだし。あ、先行っててください。ちょっと撮るだけなんで。車が下で。お、にらめっこしてますね。通る。今バックした。ああいう人たちはこういうとこ来ちゃダメや。いつも思うのは、今日も何度か言ったけど、なんでプレスここ来るのかな。プレス？見通し悪いの怖いな。お、車。おっと、中に沈んだ。これ日が当たっていればむちゃくちゃ綺麗でしょうね。いや、うん、こんにちは。あ、すいません。うわ、ヘルメット揺れたな今。下りで寒いと眠くなってくる。でもまだ大丈夫だな今日は。
大丈夫ですかこの寒さ。桜全然日が照ってないですからね。おお。手痛いです。手を手の先に集める。うぅ、うわ、ああ生首が出始めたな。なんで寒いと眠くなるんだろう。日の当たるところに出ないな。一番重くしてました。
止まれ止まれ、はあUh-oh.